毎度ご視聴ありがとうございます。今日は午前中から雨の予報が出ておりましたのでね、どうしようかなと思ったんですがね、雨が降らない限りは出かける方針でございますのでね、出かけてまいりました。まあ、撮影にはお天気のいい日がいいっていうのはね、分かっているんですけれどもね、こういった天候の日にはこういった天候の日なりの撮影というのもありかなと思っておりますね。最近ね、ちょっとカモの飛来数がちょっと気になっておりましたので、今シーズン一番最初にねカモの確認をしたこちらため池の方にね出かけてまいりました。キンクロハジロがおりましたかね、カルガモがおりまして、こちら子ガモですかね。当初見かけた時よりもね、数その種類ともにね少なくなっていたように思いますね。こちらはカイツブリですけれどもね、おそらくこの辺りのため池を拠点にして各地へね散らばっていったのではないかと思いますね。クリスマスが近いということで、それっぽい映像も撮影してみたというところですね。エナガがちょうどいいところに来てくれてましたのでね、このようにねエナガが茎をほじくるっていうようなねシーズンがやってきているように思いますね。エナガはね混群でやってくる時などはねじっとしていませんのでね、こういった時は撮影のチャンスかもしれませんね。このように同じような場所にはメジロであったりとかホウジロもいたようですね。シジュウカラなどもねやってきますけれどもね、そういえばオオジュリンをまだ見かけておりませんね。オオジュリンはねあの茎の中にいる貝殻虫を食べる、好んで食べるということでね知られておりますのでね、こちらはヒヨドリが何でしょうね、赤い実を食べておりますね。このような場所でねちょっと粘ってみてもよかったのかなと思いますね。そしてコゲラがね人生の分かれ道、君はそっちへ行くなら私はこちらへ行くよっていうような感じですかね。あ、近くでニーニーニーっていう鳴き声が、そして何でしょうねチュッ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 みたいな鳴き声が聞こえますがね、何でしょう、すごく気になったんですけれどもね、ウグイスがねこのような鳴き方をすることがありますけれどもね。そしてニーニーの正体はこちらでございましたね。今日はねメジロが大変よく出てきてくれますね。メジロはそろそろね花の蜜を吸いに来る季節になってきておりますのでね、サザンカであったりとか樹液などもねこのシーズン吸いに来ていたのを見たことがありますけれどもね、こちらはシジュウカラですね。メジロはこのようにね木の実であったりとか、あ、昆虫も食べるのかな、よくあの葉っぱの裏をねつついていることがありますけれども、おそらくそれは昆虫ね、あの、あ、貝殻虫なんかも昆虫ですもんね、雑食なんですねメジロはね。このジョウビタキも雑食ですけれどもね、このように馴染みの深い鳥に共通しているのはね何でも食べるっていうところですかね。雑食っていうのはね繁栄の一つのシンボルといいますか要因といいますかね、そのような気がするんですよね。この間モズがね木の実をつついていたように見えたんですが、勘違いであったかもしれませんけれどもねこれジャンプしましたけれども、おそらくねフライングキャッチしたのかな。昆虫を食べたり
木の実を食べたりね、常備滝の方もそういった食生活ですからね。今日ねちょっと曇りがちでありましたので、この動画の一番最後でね撮影した静止画一切加工しない状態でご覧いただきますがね、今ご覧いただいております動画の方はね結構編集で加工しております。主にねコントラストを強調したような形になっておりますのでね、どのような効果が出ているのか後ほど静止画とねまた比較して、いただければ、そういったことに興味のある方はね、お分かりいただけると思いますね。どうもね曇りがちであったりとか光が足りない時にはね全体に白っぽくなったようなね映像なり画像になってしまうんですけれどもね、そういったことをちょっと、補正するためにね、編集で加工したというところでございます。カケスがね今も映ってるんですが、どこにいるか分かりますかね。カケスこれね姿を捉えられただけでもラッキーだったと思いますね。そして青地もねもうちょっと明るいところに出てきてほしいですけれどもね、少しジョビオ先生も膨らんでますかね。この膨らむっていうのはどのような仕組みになっているのかな、不思議なんですけれどもね。こちらねルリビタキが枝の隙間から赤い実を食べていたみたいなんですけれどもね、この時ねこのルリビタキ目の前にねほぼ1メートルもないところにねやってきたんですが、ちっちゃいですねルリビタキ。このようにね映像でアップにしてみますとね、ちょっと野鳥の大きさっていうのはお伝えしにくいようなことになってしまうんですがね、ものすごく小さいなという感じがしましたね。小さい鳥は小さいなりに撮影するべきであるというようなねご意見があるのも承知しているんですけれどもね、冒頭ご覧いただきましたルリビタキのようにねアップにすることによってね分かるというか感じることもありますのでね、表現ですのでね動画にしろ静止画にしろね、それは個人の表現方法いろいろあっていいと思いますけれどもね。メジロがこれは柿の実を食べているというより柿の汁を吸っているような感じでしたかね。メジロの舌というのはねちょっとハケのような仕組みになっているそうでね、ある意味ストロー的な役割を果たすんでしょうかね。ヒヨドリなんかもそのようなことになっているんですかね。そして冒頭ご覧いただきましたルリビタキの鳴き声がねこのようにちょっと軽く舌打ちするような鳴き声がね聞こえてきましたのでね、ルリビタキの鳴き声も結構分かりやすくて遠くからでも聞こえてきますね。今日もあちこちで今回出かけた場所では聞こえてきておりましたけれどもね。さあ今ご覧いただいております静止画の方はね一切加工しない状態で、ちょっとね、ブレブレの映像なんかも交えながらご覧いただいておりますが、やはりちょっと光が足りない関係でちょっと全体的に白っぽくなっているような気がするんですけれどもね。野鳥の大きさについての表現の話ですがね、表現はねもう自由だと思うんですが、それより大事なのは肉眼でしっかりその大きさを実感することだと思いますね。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち今日も一日ありがとう。